皆さんこんにちは、しほチャンネルのしほです。今日はこちら e-world ギャラリーの5000円分福袋を一足早くいただいたので、こちらを開封していきたいと思います。5000円分以外にも1万円分だったり、結構小刻みに価格設定のある福袋がありました。その中でも私は一番価格の安い5000円にしたので、こちらをね、開封していきたいと思います。もうね、今年他にもね、福袋頼んだりしてるんですけど、すごくワクワクするので、皆さんと一緒に開封していけたらなと思っています。それでは、スタート。はい、ということで、私まだ開けてないので、もちろん。見てもないし、どんな感じなのかも。わからないので、とってもワクワクしています。でね、届いた時にめっちゃ可愛いと思ったんですが、こういう感じの大きめサイズ、旅行とかにね使えそうなサイズの猫ちゃんの柄が書いてあるバッグに入っています。キャンバス地ですね、布製のものになっています。猫好きな方にはたまらないかもしれない。さあ、では早速こちら開けていきたいと思います。オープン。結構入ってるかも。持っていたより入っていたかもしれない。なんかアウターらしきものも入ってますね。じゃあまずそれから、多分これかな、これはアウターかな。結構厚めな感じなんですけど、アウターが1枚入ってました。5000円分だからね、アウター入ってないかなって勝手に予想してたんですけど、入ってました。あ、ここ袖がこうなってるやつだ。そしてノーカラーの、なんだろう、これは書いてあるかな。あれあれなんかタグみたいの他のにはついてる。あ、あった。スタンダードカラーロングブルゾンフリーサイズの元値がなんと7990円です。もう元取っちゃった1枚で元を取ってしまってます。こういうね、ちょっと長めのロングのブルゾンです。何に合わせよう。ちょっと何に合わせるかはまだ私のお洋服と相談しなきゃなんですけど、羽織ると膝ぐらいの丈感のアウターです。どんな感じに合わせようかはちょっと私の持っているお洋服と相談なんですが、ボタンがついて、袖はねキュッとしてるので、ここから風が入ったりしない感じになってます。どうだろう、色似合うかな。あ、でも今日の服にも合いそうな感じ。こう着た感じもゆとりがあるので、中に結構服をたくさん着れそうな気がします。あ、ポッケもねフェイクじゃなくてしっかりついていますね。1枚目にしてもう元を取ってしまったアウター1着が入ってました。そして続いて、意外と結構入ってる。続いてはじゃじゃん、こちら花柄、開けてみます。え、なんか 2way って書いてある。なんだろう。続いてはこちらの花柄のトップスが入ってました。こちらが花柄 2way バルーンブラウスです。あ、なるほど、袖が私が好きなポワッとしたバルーン型になっている。こっちにはボタンがついてるんですけど、反対はねボタンなしなんですが、どっちを前にしても着れるっていう 2way のアイテムみたいです。今の時期はね少し寒いと思うし、袖もね長さも七分丈になってるので、まあ、今の時期は少し寒くてまだ着れないと思うんですが、春先とか花柄ね可愛いし使いたいなと思います。そして、え、結構好きな色味が入ってるっぽいから嬉しいんですけど、え、どれからにしよう。まずこちら3着目開けます。なんだろうこの素材。3着目は、え、これ何、スカート、こちらのスカートです。これがカラータックフレアスカートフリーサイズです。これはベージュカラーかな、カラーはベージュです。はい、こういうスカートが1枚入ってました。そしてね、後ろはゴムになってるのですごく履きやすいしありがたいですね。 で元値が、あ、言うの忘れてた、さっきのブラウスが元値が2990円で、こちらのスカートも2990円です。先ほどのブラウスにスカートを合わせて1枚ねコーディネートができちゃいそうな感じですね。あとはトップスが2着入ってます。では1個目開けましょう。続いてはカエルカラー、嬉しい。
じゃーん、こちらのベージュのミラノリブ V ネックプルオーバーアイボリーのカラーで、お値段が4990円です。ちょっとね、今の季節には寒いかなっていう薄い素材にはなっているんですが、春とか秋とかには使えそうだし、まあこの今の時期でも中に結構着込めば大丈夫かなっていう感じの感になっています。こういうね V ネックとかのトップスはね、本当に何にでも使えるし、カラーがとっても無難なアイボリーっていうカラーで良かったなと思ってます。そして最後の1着がめちゃくちゃ可愛いカラーなんですが、開けます。これは嬉しい。そして最後がじゃん、こちらめっちゃ可愛いカラー、こちらがニットプルオーバーテラコッタというカラーです。可愛いですね、このカラー、すごい可愛い。なんか私が今年ハマってるような可愛いミルクっぽい、ミルクティーっぽいココアっぽいカラーです。これも元値が4990円です。やばいですね、結構。待って、全部でいくらなんだろうってぐらいお得なんですけど、ちょっと実際に今入っていたお洋服たちを着てみたいなと思います。ということで、今回は e-worldgallery 5000円分の福袋を開封していきました。今回購入したアイテムの合計金額を足してみたんですけど、税込み 26,246円で、それが5000円分で購入できたので、かなりねお得な商品が入ってるんじゃないかなと思います。特にこちらのトップスとこちらのニットはカラーもねすごく使いやすくてトレンドっぽいカラーだし、たくさん着回しができると思うので、私も冬服の仲間入りにしたいなと思っています。ということで、今日も見ていただきありがとうございました。ちょっと福袋はね、年末年始にかけてまたやりたいなと思っているので、ぜひ楽しみにしていてください。チャンネル登録、高評価、その他 SNS もやってますので、チェックしていただけると嬉しいです。それではバイバーイ。